あ、落合さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、今日も頑張ってますね。そうですね。今、筋トレですか、これ。これはストレッチですね。あー、はい、ストレッチ。はい。あ、その筋トレ始める前のストレッチ。そうなんですよ。いきなり筋トレ始めちゃうと故障をするんで。あー、もう結構こう見えて年なんで。あー、そうですか。はい。あー、ストレッチ。これ筋トレですか。これもストレッチですね。筋トレはもうちょっと後ですね。あー、はい。筋トレはね、昇降ですね。はい、どうも。今日も会いました。落合でーす。今日も、ラーメンを作っていこうと思います。今日は何のラーメンを作るんですか？今日はですね、はい、この醤油ラーメンを使ってスーラータンメン赤ワイン入り黒酢塩。これまたすごいもの、うん、そうですね。赤ワインってポリフェノールとかすごい栄養価高いんですけど、普通にラーメンに合わせちゃうとまずくなると思います。酸っぱいものと合わせれば酸味の相乗効果ができると思うんですね。で、酢もですね、ちょっと普通の酢じゃなくて玄米使用の黒酢、栄養素が違うんで黒酢を使いたいと思います。赤ワインと黒酢の相乗効果でスーラータンメン作ります。プロ仕様のいろんな材料は使いません。極力シンプルに作ろうかなと。で、味は本格的に目指して今日は作りたいと思います。なるほど、わかりました。はい、今日もお願いします。はい、お願いします。スーラータンメンに一番大事なのはこの片栗粉です。これ結構あいにとろみがつけれるとか思えるんですけど、まあ主婦の方は分かってると思うんですけど、結構難しいんですよ。ダマになりやすくて。で、プロの方は片栗粉とこの水溶き片栗粉なんですけど1対1であるんですけど、ダマになりやすいんで片栗粉1、水2でやります。で、まずね、その一番大事な水溶き片栗粉を作ります。片栗粉は小さじですね、小さじ2杯とかちょっと少なめで、はい、小さじ2杯で、水はそれに対して 20cc です。はい、いきます。入れましたらよく溶いてください。で、一旦これで置いておきます。また片栗粉は下に沈むんですけど、まあ、これだけ溶いておけば入れる時にまた溶きやすいんで、この工程は結構大事なんで。じゃあ、まずですね、工程としては豚肉があるんで、これ豚肉をちょっと炒めます。はい、まあ、サラダ油でいいんで、サラダ油を少しだけ入れまして炒めます。で、この時に軽く塩コショウします。塩と胡椒はホワイトペッパー、ブラックペッパー、いろいろあるんですけど、肉の場合はブラックペッパーが一番あると思います。ブラックペッパー、これも、まあ、塩よりもちょっと多めのがいいと思います。なるほど、はい、家庭によって火力違うと思うんで、これはカセットコンロで火力弱いんで今全開でやってますけど、火力の強いところは中火ぐらいにしてください。はい、だいたい生のところがなくなったら、はい、もう火を取ります。まあ、ちょっとぐらい赤いところ残ってても大丈夫です。で、これで第3回ですね。第2段階はまずワインを染み込まして、ちょっと美味しい肉にして。なおかつこのワインのアルコールを飛ばします。ゆっくり入れてくださいね。はい、飛ぶんで。こんな感じですね。はい、ワイン入れました。これでアルコールを飛ばします。ひと立ちしたらもうアルコールが飛ぶんで、大体そこで水を 250cc、 まあお湯でもいいですけど、これちょっとフライパンなんですぐ温まっちゃうんで、水で、こういうテフロン加工のやつ出したら鍋でも大丈夫です。まあたまたまフライパンしかなかったんでフライパンでやってます。で、鍋の場合はあんまり蒸発しないんで、まあ230ぐらいにしてもいいかもしれないですね。それはお好みで、こういうのがしょっぱいのが好きな方とか薄いのが好きな方とかいるんで、それはお好みでいいです。で、もうこれ沸騰していただくんでもいいんで、もうこの液体スープ入れちゃいます。お、はい、さあどんなスープなんですか、これ。まだこれ実は初めてなんですけど、これはまなちゃんの168円は沸騰させます。これももう一立ちしたらもう引きします。もう豆腐を入れます。はい、ここで豆腐入れる。ここ豆腐です。スープ入れてから豆腐入れます。はい、どっちの方が多少でも味が入るんで、千切り豆腐なんで一気に入れちゃいますね。煮崩れするんで一気に入れないと。もうここでだいぶ折れてますけど、一つ、まあ、それがいいです。で、もう一立ちさせます。これで一立ちしますね。はい、一立ちします。で、そしてですね、卵です。卵。卵。卵大体入ってるんで、卵入れます。はい、卵入れます。卵溶いて、卵入れますね。はい、卵もちょっと火をつけてから軽く固まればいいです。で、もうこれで大丈夫ですね。これぐらいで。はい、これだけします。その次が一番大事なところですね。溶き片栗粉ですね。これをですね、必ず火を切って、入れてください。火がつけたまま入れるとこう沸騰してるんで、この片栗粉が真ん中に固まっちゃうんですよね。これをさーっとこう溶きながら、ちょっとずつね、
ちょっとずつ、うん、ちょっとずつ入れます。もうこれちょっと固まってますね。おお、固まってきました、ね、うん、固まってきました。でこれでもしダマになっちゃったら、はい、もしこれ今なってないですけど、温度が下がると余計ダマになるんで、もう一回火入れてもらうとダマがなくなりやすいです。またで最後に酢はお好みなんですけど、まあさっと入れますか。酢入れます。はい、まあこのスープが合計 300cc ぐらいなんで 30g ぐらい入れてますね、うん、はい、今これ多分 20g ぐらいあります。もう一周いきます。 30g、 一応 30g ぐらい入れました。 30g、 はい、 30g ぐらい。ちょっとこれも味見てみましょうか。ああ、赤ワインの味します。ちょっと黒酢もっと入れた方がいいかな。普通の酢より黒酢の方がちょっと優しいですかね。まろやかですね。酸度は一緒ぐらいだと思うんですけどね。もうちょっと入れます。この辺はお好みでやってください。酸っぱいのが好きな人はもう 50cc でも 60cc でも入れてください。これでスープ完成です。はい、続いては麺を入れます。これはこの指示通りに大体2分一緒ですね。2分入れてください。で慣れてきたらいろんなね入れ時間で自分の好みにしてもらってもいいん でこれ片栗粉が入ってるんでそんなにもう冷めないんで、面倒くさかったらもうこのまま入れちゃっても大丈夫です。はい、沸いてきましたね。沸いてきましたので、100均のザルをまた入れまして、はい、入れます。はい、上がります。再沸騰するまでちょっと見とってくださいね。はい、はい、あと20秒ですね。ちょっと見てみましょうか。ああ、結構固めの麺ですね。うん、これはしっかりしてます。細いけど、はい、じゃあありますね。はい、これも温めません。もうそのままいっちゃいます。はい、これをゆっくり入れますね。ゆっくり入れます。おお、結構多いですね、スープ。でもまあ具が多いんで多分ちょうどいいと思いますよ。まあちょっと整えて、これだけでちょっと野菜とかないんで寒いんで、まあ、最低限ネギを、ネギ真ん中にいます、ね、もう最低限のことですよ。これお店だとねキクラゲとか入ったりするんですけど、あ、うん、最低限です。あとこっから大事です。まだこれスーラータンメンになってないです。普通ラー油だと思うんですよ。もちろんラー油もありますけど、スーラータンメンになるとこのホワイトペッパーがないんですよ。へー、まあいろんなレシピも一応僕も参考にしたんですけど、これ途中でほとんど入れてるんですよ、あの調理過程で。で僕は一番最後がいいと思います。ペッパーすごい好きなんで、胡椒好きなんで、一番最後の風味と辛みを最大限に生かすのが一番最後なんですよ。あ、うん、できればこの粒のやつがいいですね。これも好みで入れてください。これぐらい入れますね。かなり今入りましたけど、で最後このラー油もお好みで入れてください。すいません、これじゃなくてもうプッシュでしたね。これ僕も見てましたね。予定以外のヘタピーですね。いいんじゃないですか、これ。これではい、完成です。それではいただきます。うん、うまいですね。豚肉も最初から入れてるんですけど、その割には全然パサパサになってないですね。自分で言っといて半信半疑だったんですけど、これ美味しいですね。お、うん、ワインでちょっと煮込んだんで豚肉がちょっと滑らかになってますね。うん、あ、これは赤ワインがうまいこと酢と仲良しになってますね。うん、うん、美味しいですか。これ美味しいです。赤ワインの存在もちゃんとありますよ。ホワイトペッパーがいい仕事してますね。ああ、いいですね。うん、うん、やっぱこのホワイトペッパーとこのラー油のバランスもいいですね。あとしびれが好きな方は山椒入れてもらってもいいですけどね。結構本格的な味になりましたね、これ。結構いけますね、これ。ちょっといろいろ考えたんですけど、これ以上工程減らしちゃうとちょっとスーラータンメンにはならないんで、これはもう最低限ですね。具も最低限、工程も最低限ですね。一番ベストな形ね。目的が簡単に作るっていう目的でしたら一番ベストです、うん、はい、もっと追求したい方はしてください。これ一番最低限の工程なんで、うん、美味しいです。これはもう来ました。いやー、これは大成功ですかね。びっくりしましたね。赤ワインがこんなに合うとは思わなかったですね。うまいこと
これをずっと仲良くしてますね。豚肉まで美味しくなると思わなかったですね。これはグッドです。お、グッドが出ました。グッドです。そしたら今日の得点は何点でしょうか。工程がちょっと難しいんですけど、その前にうまくできたんで、そうですね、これも95点。おー、95点。またアーモンドミルクとは違った95点ですね。これはアーモンドミルクはちょっと95点つけざるを得んかった95点ですけど、これは95点出そうにもないのに出ちゃったって感じですね。作ってみたら結果的に95点になったって感じですね。自分で言うのなんですけど、意外と本格的ですよこれ。うん、お店の味に近づいてますね。これはぜひお試しください。今日も大成功でしたね。そうですね、いやー楽しいですね。いいよ、はい、はい、じゃあ今日も、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もしお気に召されたらチャンネル登録お願いします。